全国で800回以上開催の就活イベントニーツカンパニー。イベント終了後ご希望の方にはリクルーターがついてあなたの就職活動をサポートします。詳しくは概要欄をご覧ください。内定チャンネル就活生必見、金融機関の就活の裏事情ということで本日も大野さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。金融機関に限らずですよね、多分今回のテーマでいくと。はい、前回の動画で ES はほぼ意味ないと衝撃ですね。ある種大手で人事系の業務をやってきた方がおっしゃってるので、ここに関しては間違いない気もしますが、 ES の意味は結局面接の時の参考程度にしかならないで、一次面接行くための切符ではない。一次面接行くための切符は何なのかっていうと、前回の動画でおっしゃってたのが座談会だったりとか説明会だったりとかで来た時の立ち回りとか、ただ別に説明会話聞いてるだけでもっていうことですね。だけでもですね、っていうところでピックされてると。だからよく言われるような服装はスーツじゃなくて構わないですみたいなとか、そういうのも含めて結局コミュニケーションを取らない場所でも見られてるってことは、どっから見られてるのかと。トイレ行って手洗った後洗面台のとこ自分のハンカチとかシャッてこう拭いたりとかしてる？しないです。あ、そういうとこだわいや俺は今勝手な予想で言ってるけど、そこら辺も踏まえて聞いていきます。はい、どんなところを見てるのかちょっと言語化難しいと思うんですけど、説明会とか座談会でいうと、まあ、企業もお金買って貸し会議室とか取ってるわけじゃないですか。うんうん、そこで選考というかね、まあピックアップしてないわけないんで、うん、お金かけて、しかもじゃあ現場で働いてる人を呼んで、その人たちにもね、休みの日とかに呼んでるんで、うん、そこにも日当払ってるわけです。うん、それで選定してないわけないんで、うん、逆にしてないって取らない方が頭おかしいんじゃないかな。なんで選定に関係ありませんっていうのはあれなんですか。よく言うじゃないですか、企業はこれは選考に関係ありませんっていう。言うしかない。結局それで緊張させちゃってなんか全然発言できないとか、パフォーマンスできないとか、カチカチになっちゃうとか、まあ、あとは経団連さんとかでいつからしかやっちゃダメって決まってるんだ。そういうのの兼ね合いもあるんじゃないかな。だから人事の人が採用するっていうのは会社からすると原価が非常に高く発生しているので、ちょっとでも何か接触する機会があったら全て選考に直結してるって思わないとダメってことですね。そうですね、はい、本当にそうだと思います。説明会とかじゃあどう振る舞ったらいいのかっていうのが、ね、あると思うんですけど、まあ、それで言うと結論とも目立つことです。目立つって言ってもすごい奇抜な服装していきなさいとか全然そういうことではなくて、5人の座談会がいて、じゃあ1人の現役のね、例えば職員の方とかいて、じゃあ質問とかがあったり、全く質問しないとか、うん、絶対無理です。一回も質問してない、一回も手を挙げてないとか、ちょっとリーダーシップ取って場を回してるとか、もう何もないともう絶対無理なんで、まず何か行動を起こさないと。それは結構厳しい。スタートライン立てない。スタートライン立てない、うんうん、基本的にはもうそこの呼ぶまでは正直多分もう自動化して呼んでるんで、大学でフィルターかけるとかは、うん、そこまではもうやってないんですけど、うん、けどお金かけて呼んでるんで、ああもうこの子いいなと思ったら、例えば名札とか置くじゃないですか。いい人だけそのまま名札残しておいて、そうじゃない人だけ伏せる。例えば皆さんが去ってった後、去ってった後に自分がいいなと思う人とか、個別の面談とかに呼びたいとかっていう人はそのまま名前を起こしておいて、後でチェックして拾って、なるほど、後で個人的に連絡して個別の座談会行きませんかっていう連絡。なるほど。逆にそこで目立てればエフランとかでも拾ってもらえる可能性あると。リクルーターとかの人たちが人事を味方につけれれば。でもそのフィルターでランダムで呼んでるって言っても、そのフィルターで座談会にすら呼ばれない可能性もある。座談会すら呼ばれないのもある会社もあるかもしれないですね、うん、まあ、銀行はそこまでは僕はやってなかったような気がしますけど。じゃあ座談会に行って、ある程度的をいた質問をポン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 投げて、帰りお前テープ持ってって名札とかに、はい、まあ、名札がねどう効果を発揮するかちょっと分かんない、まあ、チェックしてる人もいれば小の字ねどんどん書いていく人もいますね。だから何人か社員がいて何人かテーブル回ったりしてるんで、小の字がいっぱい多ければ多いほどさっさと行こう、さっさとクリップしちゃおう、うん、あ、じゃあそこは逆に加点式ってことですか。まあ、加点も、はい、あるかもしれないですね、うん、そこで例えば正の字をめっちゃ溜まってる人いたら、その人は一次面接に行くのが有利になるのか、その後の採用もスキップでガンガン行っちゃおうなのかでいうと、どういう感じなんですか。それでいうとやっぱみんながいいなと思って呼んで、うん、じゃあ実際に個人面談やってみたけど、うん、全然食べちゃうこいつみたいな、うん、ってなったらもううまいです。気になったのは一次面接二次面接って毎回面接進むたびに今までの評価はリセットされるもんなのか、結構こいつはもうプッシュなんでほぼほぼスルーで通してくださいっていうことが往々にしてあるのかで、それで言うと、うん、まあもちろん組織体系とか会社の内情にもよると思うんですけど、うん、その年度によってのやり方も変わるかもしれないですけど、うん、フィードバックは必ず多分残ってるはずなんで、そのフィードバックをちゃんと見るとか、あとは現場レベルで実際の面接もリーダーみたいな方いたりすると思うんで、そこではコミュニケーションかなり取るんですけど、最後の最後決済出すところの最終面接とかまで行くと多分もうコミュニケーション取れないんで、何かしらフィードバックが残って評価高いなこの子みたいな、うん、現職の後任たちの評価高いなとかっていうのは絶対上にフィードバックがいってるはず。なるほど。ただしその個人が持ってらっしゃるリスクがあるんで、気をつけた方がいいのは SNS ですね、うん、特に金融機関は SNS は全員絶対チェックします。
これはもう断言してます。要は金融機関っていうのはもうとにかくこっち反射系絶対アウトなんで、うん、例えばもし皆さん今 SNS でタトゥー入ってる人と一緒に写ってる写真あったらその人多分大体通らないです、はい、これはめちゃくちゃ重要な話だと思います、全員スクリーニングかけてます。これめちゃくちゃ重要なんで、だったら閉じた方がいいぐらいです。最終面接ぐらいまで多分どっかでフィルターかけて、そこまでいかないと多分コストがかかっちゃうんで、調べるにも。なので最終面接ぐらいまで行くと本当に内定出していいかどうかっていうのはその場でいいですよって中小企業みたいに出さないんで、何時間か時間経ってからその基準出すにしても出すんですけど、そこで絶対フィルターかけてるんで、要はそっち系の人とかも絶対金融機関は入れないんで、めちゃくちゃタトゥー消さないと。じゃあ本当だ、タトゥーが、ね、入ってるかどうかを抜いてチェックとかはないので、ただ自分がタトゥー入ってるは論外だし、それがなんかさらされてるとかだし、タトゥーが入ってる人と一緒に写ってる写真があるとかだとランクあるんですよ、スクリーニングかけて。反射ランクみたいな。反射ランクみたいな。そうそう、一緒に写ってるぐらいで、例えば ABC の C 判定くらっちゃって、要はリスクがある人取らなくていいじゃんって発想なんで、わざわざで同じぐらいの評価の子がいるんだったらこっち取ろうってなっちゃうんで、 SNS でちょっとやんちゃな人たちと写ってるものとかがあるときはもう全部隠しておいて。タトゥーなくてもやんちゃそうな見た目の友達とかもいますもんね。あとは金融機関は結構ピアス嫌いなんで、ピアス穴が開いてるとかで落とされてる人結構男の子で、女性はね全然いいんですけど、めっちゃ受かりそうっすそうなんですでも SNS つまんなすぎて落とされるかもしれないちょっと金融機関にいそう。いそうっすね。三笘のモノマネがおもろくないからそれこそ YouTuber とか半分デジタルタトゥーみたいな、そういうのはどこなんですか。そこで変なことやってると落とされるかもしれない。結構現場でチェックするので、名前検索するので、僕もやってたんで、名前でネットとかツイッターとか、当時もありましたけど、ツイッターとか全部。なるほどね。ってか、まあそうだよね。ちなみに僕、いろんなね、企業の年収暴いてるんですけど、銀行中途で入れます。僕が銀行の面接に行ったら受かるんですか？中途で？はい。今のステータスでそのまま行かれてもなんか裏があるんじゃないかなと思われそうなんで、レイカレントからだったら受かる。あ、そうなんですね。まあ、中東もともとずっと取る文化はなかったんで、最近はちょっと取り始めたんですけど、最近はあと出戻りも結構増えてきて、ね、なるほど学生でもそんなの見られるんですね。あとはやっぱり人と同じ動きしてても目立てないんで、人と同じ動きをしないことじゃないですか、ね、変な目立ち方をしちゃダメだけど爽やかに目立つってことですよね。そう、どうしても大学学歴、でもそれを乗り越えて受かってるやつ見るんですよ、たまに。やっぱねおもろいんですよこいつは、じゃあ例えばこれ僕が採用に関わったと思うんですけど、僕 SMC なんで、毎回緑の下敷きとかって出してくる、来るたび下敷きとか緑のネクタイとかしてくる、はいはいはい、でニヤってしながらこっちに出してくる、はいはい、みんなが全員でドアに入る前とかに並んでるんですよ。で俺はオンシャラブだよっていう、それでコミュ力がなかったらもう取れないんですけど、はい、おもろいじゃないかみたいな。で面接とか面談しててもちゃんと喋れるなみたいな、周りはちょっとあるけどちゃんと喋れるな、うん、今でも元気で SMB で働いてる、優秀です。その子とかは採用実績なんか全くない大学だったんですけど、うん、九州の中でも取っちゃいましたね。なるほど。スーツの着こなしとかここら辺ってどんぐらい見られるんですか。金融機関はやっぱり厳しいので、じゃあ例えば SMBC とか野村さんって夏でもネクタイしてるぐらい厳しいんですよね、なのでそこら辺は結構ちゃんとしといた方がいいけど、じゃあディンプルちゃんと作んなきゃいけないかとかそういうのはないですし、まあ茶靴とかは絶対やめた方がいいですけど、あとは僕は結構人との違い出したかったんで、座った瞬間このボタンピッて取ってますね。座った時って結構ボタンそのままつけっぱなしな人多いんですけど、基本座った時ってボタン逆に取らなきゃいけない、取らなきゃいけないですね。そうそうそう、でそれを僕分かってますよっていう、なんなら多分働いてる公認さんより僕の方が分かってますみたいな雰囲気は出してましたけど、見てくださいです。そうですね、はい、ちょっとね、ちょっと発言してくださいよ。立ってる時はつけて、はいはい、座ったら外すのがスーツのルールなんだって。じゃないと寄っちゃうんだけど、立った方がスッてまっすぐスッてなるんで、はい、これ受かります。ちょっと分かんないですけど細すぎますね、はい、ライジンガールとかしたらどうですか。ライジンガールタトゥーだらけに囲まれてますけど、経歴としてですか、はい、そのあんま言わない方がいいかもしれないですね金融機関であれば街全体タトゥー入ってる地域とかあるじゃないですか。違うそうじゃねえだろ地元そこだったらしょうがないんじゃないかなって、だったらもう受からないな、残念ながら。家柄っていうんですか、そういうのも見られたりするんですか。若干あるんですけど、ただ親のこととかは面接の時に聞いたらダメになってるんで、これルール上法律上かな決まってるんで、もうこれは絶対聞いちゃダメです、なんですけど、これはちょっと使えるかどうかちょっと選んでもらえたと思うんですけど、お子さんがいます、そのお子さんのお父さんが銀行の取引先でしたっていう場合はあんまり芳しくないですね。お子さんがいて、お子さんのお父さんが銀行から貸し金をされてますっていう会社の社長でした例えばっていう場合、お子さんが就活生で来ました、あんまり良くない。取引先の息子は取りづらい、取引先の息子は取りづらい、よっぽどでかくいれば別ですけど、みんなが知ってるような企業の大企業の役員さんのお子さんとか社長さんのお子さんだったら全然 OK ですけど、僕自分の会社 SMBC の取引ですけど、メインバンク、僕がじゃあ息子生まれて SMBC 行きたいってなったら、そこを見られるってことなんですね。見られてる可能性は、それはだから変な話、僕が倒産しそうだから貸し付けしてほしいって時に私的な感情が入るからってことですか。まあ、私的な感情が入るかどうかっていうのはまあ何とも言えないし、担当できるかどうかなんて分かんない。
やそうです、ね、まあ基本しないんで、はい、絶対に、はい、ある程度一定以上の大きい規模感で安定性がある会社だったらまだ全然大丈夫と思うんですけど、うん、中小企業とかの場合は若干、しかもそれが予診先って言って結構もう回収ばっかりを頑張ってやってるような会社さんのお子さんとかだと難しくなっちゃう場合が絶対ではないですけど、あとはまあバレなければもうもちろんあれなんですけど、うん、でももう分かっちゃったら取れない場合があるので、うん、難しいところではあるので、うん、例えばその兄弟とかを検索にかけるとか、うん、兄弟を検索にかけるとかまあ、そこまでの労力をどこまで要するかっていうのは分かんないんで、ね、分かんないですけど、まあ、極力変な人と付き合わない方がいいなっていうのは、金融機関はもうめちゃくちゃ厳しいので、マネロンとかも含めて。じゃあ僕の妹とか絶対就活で金融機関とか受けたら兄の存在がバレるから名字とかもね、ただ貸し金とかがなければ大丈夫ですね。でもなんか高校生 SMBC の内部事情とかやってる兄がいたらきつくないですか？気をつけた方がいいですね。もう遅いっすね。なるほど、まあ、兄がいるかどうかは、まあ、まあでも銀行って全業態の中で一番厳しい、一番厳しいと思いますですもんね、はい、なのでまあ今のでないっても別に普通の会社はそこまでじゃないと思う。 そんなことはしないと、はい、そこになんかプライド持ってるみたいなところもありますよね、金融機関、ね、それはあるんじゃないですかね、うん、職場でやっぱ悪いことするのを極力嫌うので、うんうんうん、そこは気をつけた方がいい。わかりました。ということで就活の裏事情でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。